さあ今シーズンも J リーグジャッジリプレイがスタートしました。このコンテンツでは SNS で話題となったレフェリングに関する事象を取り上げて議論していきます。今シーズンも元国際審判員の家本正明さんとともにお届けします。家本さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてさらに今シーズンは元選手のゲストをお二方招いてお届けします。まずは佐藤久人さんです。久人さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さらにお隣、チョンテセさんです。テセさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今シーズンお二方たくさん出演していただけるっていうことでいいですか？そうですね、忙しい。だいぶ話長くなりますけど、はい、編集は大変になるってことですよね。2回分に分けてそっち毎回になっちゃうじゃないですか。ギャラも2回分くれるので、いただければ、はい、とにかく30周年の J リーグ、久人さん、やっぱり声援が響くスタジアムでスタートできたというのは何より嬉しいですね。そうですね、本当にまだあのマスク着用ではありますけど、うん、あのスタジアムに声が戻ってきたっていうところで、まあ、スタジアムの雰囲気非常に良かったですね。テセさん、お二方とも、まあ、現役引退される時はまだ声出しができない時だったじゃないですか、うん、僕の時ギリギリ最後、はい、なんか試合熱でできる時はできないって、はいはい、一番最後の試合がアウェイ新潟だったんですけど、はい、その時は声も出していただいて、はい、まあ、最後なんていうんですかね、J2 だったんですけど、うん、J1 の雰囲気で終えられたんで僕は良かったなと思います。なるほどね、はい。まあ、そんな中、今シーズンの J リーグですけれども、VAR に関して2つのシステムを新たに導入しております。1つはですね、バーディクトと呼ばれるもので、スタジアム内のビジョンと中継の映像に VAR が今何をチェックしているのか、これが表示されて非常に分かりやすくなりました。まあ、それからもう1つ、オフサイドラインの 3D 化です。実際のシーンで家本さん、ちょっと説明していただけますか。はい、今映像に映っているのが横浜 FC と、まあ、名古屋の試合のシーンなんですけど、一見するとディフェンスの選手が残ってる。で、現場でもそう判断されて得点が認められたのですが、 3D は今までは2次元だったのを、その垂線、まあ、どこに引くかにもよるんですけどね、このシーンでいうと、ユンカー選手の右足のつま先が最終的なラインで、ディフェンスの選手、これは肩口を、最終ラインとして、垂線を落としているところの絵です。赤がフォワード側、青がディフェンス側なので、チームの色とは関係ないってことをまずご理解いただきたいっていうところと、ゴールライン側に赤の線が見えてる限りはそれは、オフサイドの反則の可能性が高いですよっていうふうに理解いただくと、あの視聴者の皆さんは分かりやすいのかなと。ただまあ、この絵ちょっと微妙なんですけど、ディフェンスの肩口から脇の下ですよね、落としてるんですけど、その上にスパイク、赤色が乗っかってるんですよね。っていうことは、もしかすると可能性としては脇ではなくつま先の可能性があるんですけど、まあ、おそらく現場ではその両方とも確認してこっちの方が出ていると判断した。なので、まあ、これはもしかすると、あの映像上のその視覚的な、まあ、マジックっていうか、そのトリックなのかなとも見れるんですけど、まあ、いずれにせよ、最終ラインを今までは、ただの平面だけだったのを垂線で表して、どっちがゴールライン側にいるのか、そこに最終ラインもしくはオフサイドラインっていうところが引かれるっていうところの違いですね。うん、まあ、あのヨーロッパサッカー見られてる方はもうこういう 3D には慣れてると思うので違和感はないと思うんですけれども、ただね、今日ストライカーお二方に来ていただいているのでお聞きしたいんですが、これまず久人さん、本当にオフサイドって感じません？いや、本当にそれは思いますし、この後ね、あのユンカー選手の抜け出しカーのフィニッシュワークも素晴らしかったので、まあ認められてほしいようなシーンでしたね。まあ非常にこうギリギリだとは思いますから、うん、実際の試合でこれオフサイドになったんですか？なりました。取り消された、ゴール取り消した最終的にね。あ、ガニ股じゃん。ガニ股の分オフサイドじゃない、ね、これでもこの 3D ラインで引いた2本の線を見ても、うん、なかなかテセさんちょっとこう簡単に納得するのは難しいような際どい事象ですよね。もうこれの論争は永遠に続くし答えて出ないと思うんですよ、うん、もう線引きで完全に本当1ミリでも出てたらオフサイドに ならないし、あ、オフサイドになるしっていうところで、いやー、まあ、これが正しいかどうかちょっと、まあ、正確なことは分からないんですけど、家本さん、とにかくあれぐらい際どいと線を下ろしてどこに引くかっていうのも相当難しいじゃないですか。でそうすると時間もかかってしまうっていうことではありますよね、はい、で今シーズン、まあ、あのスーパーカップからそうですけど、
2D よりも 3D の方がそのファクトチェックに関してはまあ精度が上がった間違いないです。でワールドカップ の, そのセミオートの話がもっと精度が上がるんですが、まあコストの問題と時間の問題がいいんですけど、結局 3D にしてもアナログ作業するのはそのテクノロジーでもなく人がやってるので、さっき言ったようにそのどこに引くのかボールタッチがどこなのかによって全部変わってしまうので、この のセミオートよりかは精度がどうしても下がってしまう、でも 2D よりかは上がるっていう、じゃあそこのキワキワのところなのかなっていう、精度が上がってるのは間違いない、でもそれが全て丸じゃない、なぜならばそのテクノロジーじゃなくてそのアナログっていうかその人がやってるからっていうところは認識しておいた方がいいのかなって思いますかね。まあ、テクノロジーは進化してるんでね、それは絶対いい方向に向かってるし、はい、それにみんな慣れてない状況でまたこういう VR テクノロジーを導入してもヒューマンエラーは絶対起こるわけ で、はい、で今回を学んでまた次につなげればいい、そうテクノロジーを有効に利用してほしいですよね。そうですね、というわけで、まあ、このオープニングの説明からだいぶ時間がかかってますけど大丈夫ですかね。これ2回分ぐらいですか。やっぱり2回分本題じゃないんですよこれ。というわけで本題いきましょうか、はいはい、シーズン1回目の事象を見ていきましょう。今回取り上げるシーンはこちらです。 J1 の開幕戦から合わせて3つのシーンを選出しています。では最初のシーンです。明治安田生命 J1 リーグ第1節、川崎フロンターレ対横浜 F マリノス、84分のシーンです。ピッチ中央で西村がファウルを受けますが素早くリスタート。このパスにマルコス・ジュニオールが抜け出すと後ろからジェジエウに倒されてホイッスル。 F マリノスに PK が与えられた上、ジェジエウにはイエローカードが提示されます。しかしここで VAR が介入。リプレイで見るとジェジエウのファウルはペナルティエリアの外でした。そして VAR オンリーレビューの結果、ジェジエウへのイエローカードがレッドカードに変わり、 PK からフリーキックにジャッジ変更。まずはこのシーンを取り上げます。さて、オープニングマッチで起きました決定的な得点機会の阻止、まあ、いわゆる皆さんご存知ドグソの事象です。ファールであることはまあ明らかかなとも思うんですけれども、シーズン1回目ですのでまずドグソについておさらいということで、もちろん久里さんとテセさんはドグソの4要件お分かりですよね。あの映画のあのソーのやつですねドグソって。はい、映画のソー 見ました。見てないです。見てないです。ソーっていうグロ映画みたいなある、ね、それのドグソーって出てくるんですかね。多分こう切られると思います。なかったことに、まあ、決定機の阻止決定機の阻止、ボールに行ってるかどうか。家元さん、あとカバーですよね。そのカバーリングがいるかどうか。あ、カバーね、まあ、選手の位置とかね。そうですね、うん、家元さん改めてお願いします。まあボールっていうかその距離ですよね、はい、ゴールとの距離っていう話と、はい、さっき言ったその、まあ、選手の数とか位置とかっていう話と、うん、向かって方向がどうなのかっていうところと、ボールを保持あるいはキープとかできる可能性みたいなところの4つですね、うん、はい。テセさん、はい、まあ、JJU 選手に初めイエローカードが提示されましたが、はい、結局それがレッドカードに変わったわけですけれども、うん、この理由はお分かりですか。要はボールにチャレンジしてるかどうかですよね、うん、で僕がレフェリー講習会で習ったのはあれ、タックルをボールに向かってチャレンジしてたらドグソーの要件には当てはまらないっていうのを聞いたんですけど合ってます？違います。即答します。シンプルにあれですよね、はい、そのやっぱり決定機の阻止というか、うん、そこでファールをしなければゴールキーパーと1対1カバーリングが入ってないというところで、うん、赤っていう。これは家元さん、イエローカードがレッドカードに変わったのはペナルティエリアの中ではなくて外の事象に変わったからですよね。そうですね、数年前に、まあ、いわゆるそのトリプルパニッシュメント、三重罰っていうのは、さすがに厳しいよね、うん、フットボールの魅力を高めることにはつながらないのっていうところで、一段階下げましょう、うん、だからまず外と中は関係なく、ドグソーかどうかがまず一つ判断する、うん、でこれは間違いなくドグソーが成立するって話ですね、うん、で主審あるいは副審は中で反則が起きた、うんうんうん、って判断したので最初 PK、 だからドグソーで PK は、
かつてはレッドカードなんですけど、はい、今は1段階下がってイエローカード、うん、なので山本主審はイエローカードを示した、うん、でファクトチェックですよね、うん、あのコンタクト影響が及んだコンタクトは中なのか外なのかっていうところを VAR をチェックしたところ、うん、あれ外だよね、うん、っていうファクトができてきたので主審と更新をしてそのファクトをVAR が伝えた、うん、でじゃあ外っていうことはドグソーで一段下がんないのでレッドカードっていうストーリーですかね、うん、はい、はい、でこれ久里さん VAR 介入したわけですけど、はい、オンフィールドレビューではなくてオンリーレビューのみで判定が変わりました、うん、まあ、あのしっかり VAR の中でそういった判断が下されたと思うんで、うん、まあ、中か外かの判断で外で接触があったっていうのがまあ明らかに映像を見ても明確なので、オンフィールドレビューをまあしなくてもいいのかなっていうのを感じますけどね、うん、なるほど、うん、これ家元さん、あのコンタクトポイントが、まあ、もちろんこの段階でまずあるじゃないですか、はい、でこの後も接触はあると思うんですけれども、うん、そういう場合でもオンリーレビューのみで問題ないということでいいですか。オンリーとそのオンフィールドレビューの違いっていうのは、はい、事実チェック、まあ、オフサイドもそうですよね、はい、出てるのか出てないのかっていう、あるいはゴールが入ってるのか入ってないっていうファクトだけのチェックは、はい、主審の判断を求めないので、はい、VAR の判断だけで主審に伝えて主審がそれを採用して決定ができるって話ですね、はい、でここに判断が入る場合、はい、例えば、ホールディング、まあ、これはあのコンタクトだからあれなんですけど、はい、ホールドしてるのかしてないのか、そういう、こう主審の判断が入るような場合は、オンフィールドで事実プラス事象状況を確認してくださいってなので、この場合は判断は必要ないので、コンタクトはどこなのかっていう事実だけのチェックなので、オンフィールドレビューは必要ないシーンなのかなと思います。じゃあもうコンタクト、ファールが起きたのはペナルティエリアの外ということはもう問題ないということでいいですね。そうですね、はい。でもう一つ、まあ、久里さんとテセさんに聞きたいのは、はい、まあ、このシーンに関して、うん、まあ、マルコス・ジュニオール選手がファールをもらいに行ってるんじゃないかという意見もツイッターでは届いておりました。そこに関してストライカーの2人、まず久里さんどう感じますか。まあ、接触がどれぐらいそのプレーに影響あるかですけど、まあ、明らかにジェジエル選手のこの右足がマルコス・ジュニオール選手の左足にかかってるので、うん、まあ、軸足ですよね。マルコス・ジュニオール選手は右足でフィニッシュアークをしようと思って左足を踏み込む、ここが少しロックされたような形にはなっているので、ただタイミング的にワンテンポ遅れてかかっているようにも、うん、これそうですね、この際倒れる1個前のところで倒れてればいいんですけど、遅れて倒れているようにも見えるので、そういったそのもらいに行ったっていうのはここで倒れてればいいんですけど、1、2の2のところで倒れてるんで、もらいに行ったっていうふうに見られてもおかしくはないですけどね。ただ間違いなくコンタクトあったので、うんうん、あまり褒められたことないですけど、うまかったっていうふうには感じますけど、シミュレーションという枠には入らないという感じですかね。そうですが、コンタクトがなければ間違いなくフィニッシュはできましたし、うんうんうん、コンタクトがあったからこそいい状態でフィニッシュはできなかった。体勢を崩してたので、うん、崩してた中で頑張ってプレーするほど頑張ることがいいのかっていう意味では、うんうん、もう言葉悪いですけど倒れた方がっていう判断にはなったんじゃないですかね、うんうん、え、前そのワールドカップの時それで頑張れよって怒ってた。俺もそれ実は思ってない。サイドでは頑張れよ。でも明らかにこうフィニッシュができないで頑張り損になったら一番もったいないんで、うん、まあ、そこの部分では僕じゃないですよ、あのマルコス・ジュニオールが意図的にその頑張る頑張らないの選択のところではもう足がかかってるんで、だから2のタイミングで倒れたんじゃないかなっていう。この状況にマルコス・ジュニオールがなった時点でマルコス・ジュニオールのもう勝ちみたいなもんで、で僕は JGL に関してはいやもうそれ滑る必要なかったんじゃないのっていうのをプレイヤーとしては思いますね。もうちょっと我慢して寄せるだけでミスを誘発できたのに、滑ってそこで安易に解決しようとしたからドグソーになっちゃって、でも最初のコンタクトのところは、まあ、スローモーションだから当たってないように見えるけど、実は結構衝撃で軸足の部分だから体幹もブレてるんですよ、うん、だから転んでも全然問題ないし、そうですね、やっぱロックはしてるから、うん、だから頑張ったらプレーはできるけど、うん、本当に頑張った方がいいのかっていうところでは、う
その頑張ってシュート打って、体勢を崩した状態でシュート打ったら外れる可能性の方がよっぽど高いから、でそれで頑張ってシュート打ってシュート打ったでしょノーファールだよっていうのをやられるんだったら、ここで倒れてもう明らかに決定基礎だから退場を誘発してで PK だったらもう10003球だねっていう形ですよね。でもあそこで抜け出した時点でもう勝ちなんですよ。確かに。もらいに行くことって悪いことなんですか、家元さん。え？イニシエイトでしたっけ？あ、なんかその前回習った単語で。いいポイントですね。だからもらいに行くことが悪いっていう風潮は僕間違ってると思ってて、もう昔からそれは、まあ、前もその話したんですけど、そのマリーシアで賢く倒れればそれは相手が不利な状況に追い込める状況で頑張るっていう、もちろんサッカー的に美しいかもしれないけど、勝負、徹底した勝負の中でそれはテクニックの一つになるから、もらいに行くっていうことを批判するのは、もしこれが明らかなノーファールでもらいに行って倒れて、それでファールで相手が不利な状況になったらそれは非紳士的だけど、明らかな優位な状況で相手が削りに来たっていうかファールをして、そうなった状況で頑張ることって本当に必要なのかなと思いますね。いや本当におっしゃる通りだと思いますよ、それは。ありがとうございますコンタクトが あるっていうのはまず大前提なので、はい、まあ、本当に僕も天性もそうですけど、コンタクトあるでも頑張ってプレーして、結果的にシュートが思い通りにコントロールできない、でも笛は吹かれないっていうことも僕らも散々経験してきてるので、だったらコンタクトがあるんだったら、コンタクトされても体勢崩れてるんだったら踏ん張らないで倒れた方がそれはいいよねっていうのは、もちろんこれは別に僕はもらいに行ってるとは思わない、これはもうファールを受けてるっていうところなんで、例えばこれでバランス崩しながら無理にシュートまで持ってって外れた時に、その前の PK 取ってくれるんだったらそこまでやりますよっていうことですよね、フォワードも。その場面を切り取ったら美しいかもしれないけど、この勝負っていうのはすごいいろんな人が関わってて、その全ての人に勝利を届けない状況で、本人がそこで頑張って俺すごいぜっていうどやったところで、他の人はいやいや倒れてファウルもらって退場させろよって思うの、心の中ではみんな言えないけど、それはまあでも家元さん、その気持ちは分かりますよね。まあいくつか整理したいなっていう話で言うと、まあテサさんがさっき言ったそのイニシエートしてるのかっていう話がまず一つありますよね。僕はマルコス選手はイニシエートをしてるとは思わない。左足がその相手の方向に動いてるとかブロックしようっていうよりか、単純にボールのところに足を置いてドリブルもしくはシュートをしようとしてるっていう足にしか見えないので、マルコスジュニオール選手になんか欺こうどうこうっていうのはまずないって話で、どちらかというとジェジー選手はもう捨て身ですよね。であわよくばボールに行ければラッキーぐらいな感じ、だからそうするとやっぱり不用意にお菓子に行ってることを分かってるっていうところがあると。でファールコンタクトがありました。でそれを頑張るかどうかっていうのはまたちょっと違う話だと思ってて、まずファールコンタクト間違いなくありました。でその後にマルコス選手が頑張るかどうかっていうのは、もうそれこそそうなんていうかな、そのフットボール感っていうかその美学みたいな話になってくるので、ここはまあ、賛否ある、好みもあるっていう話なのかなと思いますかね。でダイブがどうこうって、足の運びがどうこうっていうところは、個人的にはあの状況であの立ち位置にコンタクトがあるとやっぱり足がこう持っていかれる、でつくんだけどやっぱりダメージが大きいから、バランスをおっしゃって崩すっていう体勢に見えるんで、マルコス選手がそのもらうみたいなとかっていうふうには僕は一切感じないですかね、はい、人間は二足歩行ですからね、はい、バランスが悪いけどちょっとでも体重がかかった瞬間、特にそうですよね、体幹は絶対崩れるから、だからスローで見たらなんかあれちょっとダイブしてないって確かに見えるけど、実際の映像の中のあの流れのあのスピードでちょっとでも触られたらバランスが崩れるってこともあるんですよ。もう一個だけ、家元さん、クイックリスタートの時に、そこ触れちゃいます？ボールが静止されてたかなっていうの意外と微妙なんですよ。本当ですか？ちょっと確認しましょうか。少ないですよ。あら、静止はしてないですね。久田さん、やっぱり止まってないと見える。止まってはないと思います。まあ散々僕ら選手はレフェリーの方に止めてって言われてますけど、はい、まあ、選手は早くリスタートしたい、でボールを前方方向に蹴りたいってなると、上から押さえつけてリスタート始めるよりも、やっぱりちょっとこうそのまま気持ちが始めたいんで、なんですかね、こう前に転がしたまま始めちゃうような形が多いんで、まあ厳密に言うとテセさん、ちょっと動いたままかなっていう感じがしますよね。これもまたプレイヤーの意見とレフェリングの意見とまた2つの意見みたいですけど、まあこれは完全に止めなきゃいけないっていうのが
ルールファクトとして、ファクトとしてあると思うんですけど、でもプレイヤーもういつもこれレフェリー時にもう世界的な審判に世界に向けて言いたいのが、あの時点でファールをされたっていうことは攻撃の選手は流れを止められたっていうことで、相手はファール以上の罰っていうか恩恵を受けてね、そうだから攻撃時はもうちょっと有利にしてほしいっていうところがあって、例えばまあこれなんてもう典型的な例で、ちょっとでも流れててそれをわざわざ止めるっていう作業をすることで決定機が阻止できちゃうっていうのがディフェンス陣で、だったらもうそこをファールされた攻撃側の人は流れててもそのまま蹴るの OK にしてるっていうルールが、まあ、ここまた曖昧なところが出てくるからそこはあるんですけど、大まかに見た時にファールされた方はもうちょっとリスターのところは緩くしてほしいなっていうのが僕の主張です。あ、でも難しいよね、まあ、難しいと通常はね、やっぱりフリーキックは静止した状態で蹴るっていうのが大事になると、そこの前提をまず変えてほしいなっていうところ、まあ、でも家元さん、テセさんの言ってることは心情的にはすごく分かりますね。あのフットボールがそもそも点とか01じゃない世界って思ってるんですよね。だからどちらかというとそのサイエンスよりかアートに近いそのスポーツなのかなと思ってます。で競技規則は点を示すんですけど、でもそれをよくよく見るとこういうこう幅感があるのかなと。で厳密に今静止はしてない、間違いなくしてない、いいんですけど、静止をしてる範疇に入るかどうかっていう議論をした時に、もうこれ考え方価値観ですよね。で僕は許容されていい範疇ではないのかなって、これは、その転がってるのが、転がってるってもう少し、そうですね、1回転転がってるともっとこう明らかにスピードが上がって、そうそうそう、だから多くの人がいやいやいやこれはって言える範疇って言うんだったら、ここはやっぱりレフェリーサイドがいやこれはやっぱりちゃんとしていこうって話になるでしょうし、そのこの許容の幅感っていうところでどうなのかなっていう、まあ、これはまあ日本サッカー協会審判委員会とか J 担当とか、まあ地域都道府県のレフェリーたちもこれ見てるので、これを点で考えるのか、まあ面というか幅で考えるのかっていうところは一つ そのフットボールをどう考えるかっていうところにつながるのかなと。で選手サイドは多分そう言うけど、攻撃側はね、でも守備側からすると多いって多分言うと思うんですよね。まあ、まあもちろん当然ですよ。まあこのぐらいはまあ、許容した方がサッカーが面白くなるんじゃないかっていうのはね、スピード感っていうことを考えたらこれぐらいはいいんじゃないかと思いますけどね、どっちが損得じゃなくて、レフェリングで考えたらそれを J リーグだけ変えるってことはできないわけじゃないですか。そう世界に合わせなきゃいけないから、こっちで勝手に攻撃優位にするためにちょっとぐらい流れてもスタートしてもっていうふうにはできないから、だから僕は世界に主張したいっていうのはそういうことなるほどね。まあ、このシーンに関してはじゃあ家元さん、総括するとまあVR オンリーレビューから、フリーキックでドグソで退場というのは仕方がないというか、十分サポートできる。そうですね、ジャッジ本当に教科書通りの判定と VR フォローサポートからの、まあ、判定変更っていう、中ですかね、ここにミスはないですね、そうですね、はい、一つ目の事象からずいぶん長くなってますが、はい、これはいなくなりますよね。いっぱいあったかポイントが。ちょっとスタジオの雰囲気が気まずくなってきているので次行きましょう。わかりました。はい。明治安田生命 J1 リーグ第1節、サンフレッチェ広島対北海道コンサドーレ札幌、74分のシーンです。広島のコーナーキックの場面です。野津田が蹴ったボールを佐々木がすらして川村。しかし菅野に阻まれゴールとはなりません。ただリプレイで見ると菅野が左足でセーブする前にボールがゴールラインを割っているようにも見えます。果たしてノーゴールの判定は正しかったのか、続いてはこのシーンを取り上げます。さてゴールラインカメラで見てもかなり際どいなっていう事象なんですが、家元さんこれどう見えます？ポイントは、まあ、超えたかどうかのどう判断するかっていう話、このゴールライン上のカメラを使ってなんですけど、はっきりと超えたっていうものは肉眼で言うと緑が見えるか、ゴールラインの奥ボールが超えた時に少しでも緑が見えるかって話だと思うんですよね。ボールとゴールラインの間に芝が見えるかどうか、ティッティッティッティって超えるじゃないですかラインを、でティッティッティッティって超えたらここ見えるはずなんですよね。それって1ミリとかどうかって話じゃなくて多分数センチって話で、これははっきりとって話なんですけど、このアングルを見る限りは入ってるじゃないですか、見えるんですよね、芝がね。なのでサポーター家元は入っとるやんっていうのは思う。ちょっと画質荒いっすよね。ただ、はい、そうなんですよ、そこいい
佐藤の話なんですけど、うん、VAR 経験者から言わせていただけると、はい、モニターがあるんです、うん、2つのモニターがあって、うん、で使ってるカメラの、まあ、画素っていうんですか、うん、そういうものを見るとこれ多分こうビットアップするんですよ、うん、アップするとガガガガガって画面荒れちゃって、うん、幅がね分かんないんですよ、残像が残ってるんですよ、だから VAR が使ってるその機材っていうのかな、うん、モニターとかそのもろもろのところが、うん、まあ我々が見てる、まあ、ダゾーンさんとかもそうなんですけど、うん、こんなにクリアに見えないんですよ。ああ、なるほど。なので、もうこれでもクリアに見えてる方なんですね。これでもクリアに見えてる方。だって結構見えるもんね、緑が。これがブレちゃう、シルチャル。だからポストのとかゴールラインのところからここがなんかね白がかかってるように感じちゃうんですよ。そうすると現場の判断はノットゴールなので。これははっきりと、まあ、明確にというか明らかにその緑が見えるかっていうのが論点なんですけど、うん、VR が使っているその機材っていうかそういうものは画質の関係で粗いんですよ、うん、なので自信を持って緑が見えたって多分言い難かったがために、うん、勇気出してにフォローですってやったのではないのかなっていうのが経験者としての話ですよね、うん、だからちょっとこれ難しくて、うん、そこはもうご理解いただきたいって話ですかね、うん、だからシンプルに思うんですけど、うん、VR 使っているその機材の話も実は、うん、そのヒューマンエラーじゃない話が実はその、うん、物理的になっているのかな、はい、それが実はあるって話を理解いただきたいかなっていうところですかね、まあ、VR の担当の方ご自身もいやこれ入ってるかもしれないなって思いながらも、うん、100% 入ってるとは言えないからサポートしたっていうことですかね、はい、現場の反応をフォローしたっていう話ですが、うんうん、はい、まあ、他の方もそうですよね、あの視聴者の方もそうですけど、はい、緑見える、うん、だから審判のヒューマンエラーっていうのは常に責任を取りたくないっていうところから生まれてくると思うんですよ、うん、だから例えば超緊迫した試合で PK なんだけど PK を取って試合を壊す可能性で批判にさらされるよりも流した方が無難なことが心理的にあるじゃないですか。言いたいことは分かる。取るよりも取らない方が取って批判されるよりも取らずに取らない方が流れていくことの方が多いから、その決断を下すっていう責任を負えないのが人間の弱さだと思うんですよ。っていう中で、でこれがゴールが微妙だな、でもなんか VAR にしてもちゃんと画質が荒かったとしても多分生えてるようには見えてるはずなんですよ、うん、でもこれを入ってるっていう決断をして後で攻められるよりも入ってないって言っちゃってまあしょうがないよねっていう方が人間の心理としてはその判断にそれ影響を与えると思うんですよね、うん、でそれでノーゴールしてると思うんですよ。でもその審判の方がその何ですかね、はい、責任というよりもやっぱり難しいですよね、うん、これだけアップにしてやっと芝目が見える、でこの日エディオンスタジアムがちょっと小雨が降ってて、はい、上空が霧ですごい天気も悪くて、うん、本当に現場でも見えにくい環境下だったんで、うん、明らかにゴールっていうに見えないと、うん、そこの判断、まあ、手生今おっしゃってくれましたけど、うん、明らかにゴールって思えないと、うん、やっぱりその場ですぐにジャッジは下せないと思うんで、うん、それはコストの問題なんですか、テクノロジーの問題なんですか。両方、まあ、両方かな。例えばテクノロジーってその機材の話だと思うんですよね、うん、例えば線なんとかその 4K とか 8K とかあるじゃないですか、うん、あれによっても鮮度って変わってくるじゃないですか、うん、そんな高級なものは使われてない、うん、用語っていうつもりは全然ないんですけど、うん、はい、うん、これをヒューマンエラーとは言い難いっていうのが経験者として、うん、だからそのコストで解決できる範疇とは思ってます、うん、ただそれがどれぐらいかって弾いてないから僕には分かんない、うん、はいはいはい、かけるいくつかって話もあるし、ね、じゃあ J2 は J3 は話しなくて、うん、どこに何を投資するのか、うん、お金かけるのかっていう話が議論される話なので、まあ、いずれにせよ本当にコストで解決できるかっていうとできる、だから人の判断じゃないっていうところですかね、うんうん、はい、ワールドカップの影響で、はい、三笘の1ミリってあの1ミリを見てもらって、はい、正しくその絵で判断してもらった、うん、まあ、恩恵というかあったわけじゃないですか、うん、日本サッカーにとっても、はいはい、だからこそ J リーグでもこういったところをやっぱり正しくジャッジしてよっていう流れにはなってると思うんですよね、うんうん、でもそこにはね問題あるもんね。お金が違う、コスト、あんなに綺麗な写真で僕らのワールドカップで見て、あのイメージ常にそうですね、ゴールかゴールじゃないかって常に見てたじゃないですか、うん、その流れでこの J リーグを見てるとまだまだそこに行き着くにはいろんな環境を整えなきゃいけないですね。 VAR 見てる審判の人は
これ 1.8 ミリ残ってるかもなと思って見てたまあ大前提として知っておかなければいけないのは J リーグにはゴールラインテクノロジーはないですよっていうことですよね。あ、それってそんなコストかかるもんなんですね。めちゃくちゃかかる。すごいらしい。あ、そうなんだ。はい、それこそリーガエスパニョーラも入れてないんですよ、ね。あ、なるほどね。高すぎる。はい、高すぎる。そのコスト対象、投資対象としてはちょっとやっぱりリスキー。他に投資した方がより、いいよねっていう判断でしてないっていう。事象がどれだけあるかってことですね。そうなんですよ。はい、それするんだったらそのカメラ、そもそものカメラの機材の精度を上げるとか、そっちの方が多分クリアに見えるから、そう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 っていう判断だと思うし。なんでしないですか。うん、それはだってそれ課題がはっきり明確に分かってるのになんでしないですか。それはもうチェアじゃあ野々村さんに、はい、お願いしましょう。まあ、これきっかけに哲星さんが投資するかどうかですね。僕何のリターンもないじゃないですか。プレイヤーじゃねえし。リターンあるなら投資しますよ。そんなどうですか家元さんの見解としては。まあ入ってたように見えるけれども。いや入ってる、うん、入ってる。でもその機材の問題で VR が確証を持てないっていうのは十分分かる、経験者としてっていう話ですかね、うん、なるほど、はい、明治安田生命 J1 リーグ第1節柏レイソル対ガンバ大阪後半アディショナルタイムのシーンです。柏がチャンスを迎えます。中村のパスを片山がダイレクトで叩くとそのこぼれ球を武藤がつないで細谷へ。するとペナルティーエリア内で倒れたところでホイッスル。主審はクォン・ギョンウォンのファウルを取って柏に PK を与えます。リプレイで見ると細谷の体がクォン・ギョンウォンの前に入っていた中で倒されたように見えますが、倒れずにシュートに持ち込めたのではという意見もありました。続いてはこのシーンを取り上げます。さてこの試合中継担当してたんですけれども、まあ1対2という局面で、うん、もう本当にラストプレーに近いところで、うん、この事象が起きたので、まあ、しかもこれ VR チェック長かったんですよ、はい、だからどうなるかなっていうスタジアムに相当緊張感が走ってたシーンなんですけど、個人的にはこれは細谷選手だからこそあそこまで体をねじ込めたのかなっていう、うん、逆にすごいなっていうふうに思ったんですけど、逆にこれはサポーターが言ってるんですか。それもツイッターではそういう意見があったりもしたんですけど、いや無理でしょ。いやめちゃめちゃ細谷頑張ってるし、うん、すげえトルクが強くて、うん、相手の前にグワッて入ってるわけじゃないですか、うん、アジリティ で、 そ、 うだ、ね、でその時点でもうさっきのマルコス・ジュニオールじゃないけど、うん、その時点でも勝ちだし、うん、であまた重複して申し訳ないんですけど、人間二足歩行だから、うん、ちょっとでも力が加わったらバランス崩して簡単に倒れるのに、うん、それでも三歩耐えてるじゃないですか、うん、こんなもう拍手しかないですよ。間違いない。もう文句を言うことが全く理解できないです。なるほど。家元さんいかがですか。いや昔の手勢を見ているようですね。いや懐かしいですね。本当に本当に、まあ、時期ありましたね。これは彼だからこそここまで持ち耐えた、うん、で十分もファウルを覚悟でチャレンジしていると思うんですよね、うん、ガンバディフェンスの選手っていうのは。なので妥当っていうか正しいっていうか反則としてはっていうところですかね、うんうん、なるほど、はい。細谷選手ってこういうプレーすごく多くて、ちょっと不利だなっていう状況からのボールの追いかけっこで、このディフェンス側の肩を前傾姿勢で無理やりねじ込んで前に入るってめちゃくちゃうまいじゃないですか。いいですね。これは哲星さんどういううまさがあるかちょっと教えてくださいよ。これが結局のところさっき言ったトルクが強いかどうかで、相手の一歩前に入る、相手もだってスプリントしてるわけだから、スピードその前に入るっていうことはやっぱりそこの0-100の力が強くないと、トルクが強くないと前に入れないから、下半身で前に行く地面を蹴る力が強いから肩が前に出るわけじゃないですか。踏むから前に出るわけじゃないですか。踏めなかったら前に出れないから、だからその足で踏む力が強いから肩を前に入れるっていうテクニックも順次でついてくるっていう感じ、うん、そうなんですね、はい、これはなかなか設楽さん全てのストライカーが持ってるわけではないですよね。いやー、ないない。普通だと上半身でかき分けて入っていきたいんですけど、うんうんうん、それだと多分守備者に入れられてしまうって、うんうん、本当に先生おっしゃってましたけど、本当に下半身からグッて前に行けるか、うん、その本当にパワーは日本人選手の中のトップクラスですね、うんうん。でまあ、このシーンに関してはじゃあ皆さん、まあ、これは PK で仕方ないんじゃないかということですけど、ちょっと比較したいシーンがありますので見ていただきたいんですが、はいはい、こちら J2 の開幕戦甲府対山形、うん、チアゴ・アウベス選手が山本英臣選手に倒されたとして PK になります。でリプレイで見ると確かに接触はしているようなんですけれども、まあ、もう少し踏ん張れたんじゃないかっていう意見はこのシーンでも結構ありました。これについてはテセさんどうですか。いやもうこれも、まあ、イニシエイトかどうかっていうことじゃないですか。
これはフェイントをかけてディフェンスっていうのは大事なのは自制心なんですよ、はい、足を出したらボールを触れなかったら負けなんですよ。でブラジル人選手ってそれめっちゃうまいんですよ。相手がそう前に突っ込んでくるか突っ込んでないかの体重移動をめちゃくちゃ際どく判断してくるんですよ、はい、だからもうこれは足を出した時点でもう何も言えない。相手がだってそうケーキ差し出してくれたら食べるじゃないですか、はい、それをせっかくケーキ差し出してくれたのに食べずに僕はせんべい食べますっていうようなもんなんで。せんべい好きかもしれない逆にねだからそうもうこれはもう決まりですよ。頑張れとか言えない。本当あれ主審の見てる位置も良かったですよね、はい、だから目の前で見てるし、はい、あのまあこれ足引っ掛けてしまった僕の先輩の山本英臣さんなんですけど、はい、あのやっぱり足を出したら、はい、もうそこはもうディフェンダーの負けですよね、うん、ボックス内ですからここで上半身もしっかりついていって、うん、デラトロ選手に対峙していったらこの接触はなかったので、そうですね、うん、もう足出して上半身が止まっている時点で、うん、もうこれは笛吹かれてもしょうがないかなと思います、ね、さっきの細谷選手の話と一緒で、うん、逆にディフェンス側の佐久さんも、うん、あそこで足が強かったら先に肩が出て、うん、ディフェンスを抑えられるんですよ、うん、でも完全に逆取られてこれやばいと思ったから、はい、体がついていけないから足を出すっていう最後の最後のこの最終兵器の足を出したわけですよ、はい、でそれでもう完全に抜け出したから、うん、もう当たったで3球倒れます PK です入ってんっていう感じなんですよね、うん、なるほどね。ゲモさんこっちに関してはどうです。まあ誘われちゃったって感じですよね。で今度はあるんですけど、まあ、あればそのもうちょっと頑張るよっていう見方はまあ J リーグの魅力とか世界に勝つためにっていう、うん、まあそういう見方がない あるっていうのは理解はするんですけど、うん、まあ致し方ないそんなにこう簡単に倒れてるようには思わないので、うん、はい、まあ普通にシンプルに負けちゃったな、誘いに乗っちゃったな、足出ちゃったなっていう。ボックスの中だったらその美学って適用されます、うん、外だったら適用されるかもしれないけど、ね、ボックスの中だって点取るためにサッカーしてるのに PK っていうのが ねありますからね。ペナルティーエリアの中で倒されたらそりゃもらって3球、点取るためにやってるな、みんな。だからさっき言ったそのファールコンタクトって話と頑張りって話を分けるって、まあ、間違いなくファールコンタクトあります、うん、で頑張れるかっていうとその足の上がった位置とかを見た時に、うん、まあ、ちょっとやっぱり体勢を立て直すのは難しいのかなって思いますかね。で頑張ったとしても、まあ、この今の、甲府のシーンでいうと、まあ、レフェリーのポジションも良かったですし、あのたとえ頑張ろうとしてああってなったとしてもペナルティの判定は下されるとは思いますけどね、うんうん。さて、まあ、2つともじゃあ、まあ、PK 取られて仕方ないんじゃないかということなんですが、ちょっと柏のシーンはもう一つ気になることがありまして、あれ、もしかして家本さん、あの細谷選手が倒されて、うん、まあ、PK を取るのであれば、これはどうですか、ドグソに該当はしないんですかね。いや、僕の意見はドグソです。ドグソ成立。あ、だって影響を受けた、まあ、コンタクトがありました、はい、でグイッと押しながら細谷選手が潜っていきます、うん、でこうバランスを崩し始めるところがファールポイント、うん、その時にまずゴール方向に向かってます、はい、距離近いです、ほぼ中央です、うん、ディフェンスの枚数はいるけど、うん、誰がチャレンジに行けますかっていう時に多分ほぼみんなノーチャンスなんですよ、はい、で多分 VR が時間かけたのは多分この話で、はっきりとした明白にドグソーと言えるかっていうところを多分悩んだと思います。僕がリコメンドした方が良かったな、なぜかというと僕からすると結構明らかなドグソーなのでノーチャンス、ただまあ全体的に流れとか見た時にはうわーこれグレーだなっていう印象は分かるんですが、僕の意見ははっきりと明白にドグソーと思います。じゃあ家本さん、グレーがあるとしたら4項目のうち4要件のうちどこですか。ディフェンスの選手がチャレンジできる可能性ですよね、はい、中の選手、三浦選手だと思うんですけどね、はいはい、その中の選手はノーチャンスですよね、うん、で最終的に、細谷選手が倒れた時にあのその右側のちょっと斜めのところかな、カバー入ってる、カバー入ってるじゃないですか、この選手、この選手がいけるように多分感じたんでしょうね、もしくはゴールキーパーの前にふーっとコースに入ってくるじゃないですか、そこをそう感じた。でもさっきから言いましたけど、そのファール影響を受けたポイントでは4人はノーチャンスです、ゴールキーパーと1対1っていう、そう、なのでこれはあのドグソの場合は面で取られるじゃなくて、そこそポイント点で取られるので、僕は成立していると思いますね、はい、なるほど。
これもさっきの広島の菅野と一緒で、要は事なかれ主義なわけじゃないですか、うん、ドグソーにしなきゃいけない案件なんだけど、まあなんどっちとも言えないからドグソーじゃなしにするかっていうことですよね、これ。うん、だいぶ難しい判断したんで、ちょっと現場の、うん、まあ、初心のどういうこうコミュニケーションを取ったのかっていうのも一つポイントだとは思うんですが、ですが、まあ、現場がこれをはっきりと明白にレッドカード退場だっていうのは僕難しいと思うんですよ、うん、ポジションはいいんですけどね、うん、でも VR はそこを置いといて、うん、そのポイントで確認できるので、うん、僕は VR、うん、もしくは AVR がこれはリコメンドした方が良かったシーンなのかなって思います。で、一つ付け加えておくと、家元さん、これはボールへのチャレンジではないと見られて、うん、30罰のレッドカード、うん、PK 出場停止になるシーンですよね。はい、はい、そう思います。さっきの JJ とは違うですよね。それ聞きたかったんですけど、はい、それはやっぱり腕で倒しに行ってるからっていうことですね。ホールディングですね、はい、ここを押さえておくと、まあ、視聴者の皆さん、サポーターの皆さんもすごくルールが理解しやすくなるんじゃないかなと。そうですね、ジェジュ選手はボールに行こうと、まあ、体でボールに行こうとはしてるとは見れるんですけど、うん、フットボールの場合はフットなので足でボールに行こうとしてるかが大きなポイント、うん、なのでジェジュ選手は足でボールにプレーしようとした結果、うんうんうん、プレーできなかった反則、うんうん、でこれは足でプレーをしようとしてない、うん、あ、ボールにチャレンジしようとしてはいないっていうシーンなので、それはフットボールじゃないよねって話なので、これはトリプルパニッシュメントはそのまま成立するってシーンですね、うん、じゃあ家元さん、これはまあ PK プラス、家元さんはどうそれ退場、僕はそう思いますね、うん、まあ、現場では難しいですけど VR だったら僕はリコメントします、はい、なるほど、わかりました。最後にもう一つ、 J2 の開幕戦岩田対岡山の試合中にちょっと心配なこんなアクシデントがありました。実はですね、試合が終盤に入るところでスタンドにいたお客さんが客席から転落してしまって看板に頭を打ってしまうというアクシデントがありました。結局その後救急車で病院に搬送される事態になったんですけれども、これがですね、試合中、インプレー中だったのですが、主審が気づいて試合を止めまして、救助の方を最優先させるという形になりました。これは川又周主審がこの試合をさばいていたんですけれども、家元さん、まあ、とっさの判断でしたけど素晴らしい判断ですよね。あ、素晴らしい判断、まあ、選手が教えてくれたように印象、岩田の選手がですね、思うんですが、それでもよく勇気を持ってゲームを止めて人命の方を、はい、優先したなって思いますね、うん、はい。こういうのは試合してる選手は久保さん、なかなか気づけないですよね。なかなか気づけないですし、うん、まあ、3点リードされて岩田からすると早くプレーを続けたいっていうのもありますけどね、うん、それ以上にやはりスタジアムに来てる人たちのことをしっかり把握して、まあ、手を挙げてましたから、うん、もちろんそこを主審がしっかりこう見て迅速な対応しましたから、うん、素晴らしい判断でしたね。まあ、川又出身、本当に迅速に素晴らしいジャッジをしてくださったんじゃないかなというふうに思いますが、まず何よりお怪我をされた方が無事であることを祈りたいなというふうに思います。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象もツイッターで募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして、今シーズンもたくさん投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトはお忘れなくお願いいたします。今シーズンも J リーグジャッジリプレイ、毎週火曜日の朝配信予定となっております。ぜひお楽しみください。さて、今日は久里さんと手瀬さんに来ていただきましたが、予想通り久里さん長くなりましたね。いつも通り、はい、たくさん手瀬と喋って、はい、だいぶスタッフの方がざわざわしてましたけど、はい、もうちょっと掛け合いしたかったまだまだ、ほんで久里さんとそのやり合いたかったですけどねいい方でもね、もちろんもちろん。というわけで、今シーズンも J リーグジャッジリプレイ、皆さんと共に、楽しんでいきたいと思いますけれども、今日も皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。